お元気ですか、ボクシミです。今回は2023プロ野球チップス第2弾開封動画でございます。今度ね、新しく今度は第2弾がね、出ましたのでね、早速ねやっていきたいと思います。先ほどねお話した通り、今回は10袋で挑戦したいと思います。ちなみにこのラッキーカードっていうのはですね、あの選手をですね2人ね、もらえるんですよ。はがきを送って、あの切って貼って書け、あ書いて、あの選手の書いて、あのポットに入れて送れば、もらえるというあの白サインカードがねもらえるっていうことなんですよね。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思います。ちょっとね、カミカミですいません。で、まずですね、1袋目でございますが、いきなり白サインカードが出ました。横浜 DeNA ベイターズの佐野啓太選手のこれ白サインカードでございます。いきなりね白サインでございます。で、最初ね、あのことはね気にしないでくださいね。はい、で、楽天の島内博明外野手でございます。外野手ですね。はい、2袋目でございます。ヤクルトスワローズの田口和人投手でございます。オリックスバファローズの宇田川優希投手でございます。3袋目でございます。で、これキラカード出ましたね。オリックスバファローズの、森友哉星のこれでキラカードでございます。で、ソフトバンクホークスの石川修太投手でございます。4袋目でございます。で、2021年7月10日以来630日ぶりのスタメン出場を果たした巨人の梶谷選手のカードでございます。で、北海道日本ハムファイターズの伏見トライ星でございます。5袋目でございます。で、埼玉西武ライオンズの外崎修太、内野手のこちらキラカードでございます。で、北海道日本ハムファイターズの五十幡亮太外野手でございます。6袋目でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの阿部俊樹内野手でございます。中日ドラゴンズの大島洋平外野手でございます。7袋目でございます。で、2023初勝利した時のこれ森友哉選手のカードでございます。で、ヤクルトスワローズの石川雅規投手でございます。8袋目でございます。阪神タイガースの近本浩二外野手でございます。福岡ソフトバンクホークスの石川修太投手でございます。9袋目でございます。阪神タイガースの西勇輝投手でございます。
中日ドラゴンズの清水達也投手でございます。で最後の袋目でございます。ちょっとお待ちくださいね。はい、またねスターカード出ましたね。読売ジャイアンツの戸郷翔征投手のこれ、ね、キラカードでございまして、で最後は広島東洋カープの坂倉翔吾捕手でございます。はい、以上でですね、2023プロ野球チップス第2弾の開封動画終わりたいと思います。今回は白サインカード1枚キラカード3枚という結果に終わりました。またね、お金がありましたら今後もね、こういった開封動画ね、プロ野球チップスね、開封動画もやっていきます。もちろんね、BBM さんとかね、エポックさんなどのね、プロ野球カードの開封動画もやっていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。